今日普通の人じゃん、今日普通の素の姿で来ました。普通の姉ちゃん、はじめまして、キチガイです。はじめまして、メンヘラシンガーと称して活動しております、病んでる曲を歌っています、シャムネコ娘と申します。よろしくお願いします。カニザが大好きです。実体験をもとに恋愛失恋ソングを歌ってまして、最新の曲でカニザの人とばっかり付き合っているので、カニザの歌を出したんですけれども、実はってなんだ好きじゃない人と付き合った歌なんです。で痛いね、痛いね。誰でも、カニ座はカニ座聞かないで、1番目もカニ座で2番目もカニ座なんですけど、違うよ、カニ座の方で書いてある。あ、2人、3、違う、後ろ違うよ。知ってるからね。おい、おい、嘘ついてんだろ、誰か。大輔さんだけだよね。え、野口さん、カニ座？あ、あれよ、歯医者だから、カニ座。あ、本当に？ちょっと離れた。笑ってあげて、笑ってあげて、笑ってあげて。電気を消して、できるだけ。ちょっといい？あなたさ、この前さ、こういうことここの企画来たら言うでしょ？この前見に行ったの、ライブ。海老名の外でやってる時のライブ。したら、ここじゃそんなこと言えないって言ってたら、シャムコ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 、ね、そうそうそう、そんなことやってないよ。今の学校だってめんどくさそうだもん、なんか。そう、こうすればもう OK、ということで、あ、告知があります。本日、生理が来ました。それでは、お願いします。シャムネコ娘でキャンサー。水の服着たらダメだよ、そしたら赤くなっちゃう。Thank you.